愛だけの夢を。どうもこんばんは、大輔です。はい、もう早速ね、今日ねちょっとね時間がカツカツで、はい、早速やっていきたいと思います。でも内容は濃くやりたいと思いますよ。はい、ですね、私のライバルのザストさん、達也さん、はい、と私の緊急報告をしたいと思います。緊急報告、私はですね、漫画動画チャンネルを始めました。はい、まだ3本しか動画出してないんで、明日から本気出すを毎日思ってるだけでありますけれども、あ、でも本当にね、軌道に乗ったら早いんで私はね、はい、軌道に乗った場合はね、こっちのチャンネルがね、ちょっと投稿頻度落ちると思うんですけど、はい、それはもうさせてください。はい、で、漫画動画チャンネル10人ぐらいの方に見つけていただいて、視聴者さん、はい、いろんな人を見つけていただいてね、ありがとうございます。はい、まあ、だから見つけていただいた方にとっては、いや、全然更新しない、投稿しないじゃないかって思ってるかもしれないですけど、それはね、もうちょっと待ってからね、頑張ります、ね。ちょっと今週はちょっと無理ですね。もう本当に忙しいんで、もうこれもね、編集してすぐ投稿したいんで、早めで行きます。動画なくなればなるほど、編集時間かかっちゃうんでね。はい。こんな話をしてる時間ももったいない感じですけれども。ということで、はい。まず、ザストさんからいきますね。チャンネル登録者数、ザストさん。先月が2580人なんですけど、そこから2770人。素晴らしい。190人も伸ばしてますよ。すごい。200人近く伸ばしてますよ。ひゃー、6月から7月までは80人の伸びだったんですけど、いきなり190人ということでね。この、ザストさんっていうのはね、すごい。何なんですか？あのね、なんかマイペースな感じ、落ち着いた感じがね、やっぱりファンを獲得する秘訣なんでしょうね。私みたいに、なんていうんですかね、暑苦しくないんですよね。うん、落ち着いてる感じ。見習いたいですけど、もう、この暑苦しさは私はもう直せないんで、このまま行くわ。はい、そして、達也さん。ザストさん説明忘れてください。ザストさん、コンビニバイト、20年、の方です。はい。で、達也さんですね。主にアトラス系 RPG のゲーム実況をしている達也さん。先月は676人でした。先月の18日は。なんと、今月の今日、さっき見た数字、949人。おい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 。273人も伸ばしてやがるよ。すごくない？すごくないですか、この人。ちょっと、脅威ですね。だって6月から7月までも200人以上伸ばしてますからね。それを超えてきましたから、また。いやー、すごいわ。もうだから今月中に1000人いきますよ、1000人。もう皆さん、ね、まだ達也さんの登録してない方は、登録してください。はい。で、私です。大輔。先月の18日は1530人でした。さあ、どのぐらい伸ばしているのか。1620人。90人伸びました。うん。いや、まずまずですよ。はい。いいんじゃないですか、これは。うん。いや、これは素晴らしいと思います。はい。いや、お二方がね、3桁言ってますけど、90人いいでしょ。だって、6月から7月まで私、あ、これも表出しましょうか。はい。表出しますね、こっちに。6月から、7月までは60人しか伸びてないんですよ。で、90人ですから。で、5月から6月に至ったら50人ですからね。50人、60人、90人。よっしゃ。伸びてる。だから来月18日までに100人ぐらい伸ばしましょうか。やった、これ計算間違ってないですよね。うん、90人。オッケー。ちょっと長くなりそうですね。もう、パッパでいきましょう。総再生回数、比べていきます。ジャストさん。あ、もうこれはもう今月のだけ言いましょうか。59万1717。4万伸ばしてます。素晴らしい。で、達也さん。34万3952。どんぐらい伸びてるか。14万再生伸ばしてる。1ヶ月で14万再生です。で、大輔は49万6437。5万。プラスということで。これね、単純な再生回数だけではちょっと語れないんで、次、動画投稿数。ここ重要ですよね。いきます。ザストさん。総動画
投稿数が165なんですよ。これもちょっと映しましょうか、パッて。ね。で、達也さんが432。で、大輔が、私が504。で、これ見てください。先月と比べてください。まず、ザストさん、5本しか出してないです。5本だけ。ね。で、さっきの、4万再生プラスですから。5本だけ出して4万再生プラスって、すごいでしょ？コスパいいでしょっていう言い方したら悪いですけど。だから、片、私が一番投稿数多いですね。28本。で、5万ってなると、なんか、すげえ必死なのに、必死だから一応ザストさんには再生数は勝ってますけど、ザストさん5本ですからね。私その6倍も投稿して、1万再生しか勝ってないですね。で、達也さんは私と同じぐらいの投稿数ですけど、26本ですけど、ね、再生回数やばいです。14万って。3倍、約3倍ですか。トリプルスコア。ふざけんなよ。はい、ということで、トータルでまたしても、達也さんがナンバーワンということで、お前がナンバーワンだ。というベジータのセリフを使わせてもらいますけど。いやー、すごいですね。こうしてみるとやっぱりね、夢がありますよね。うん。だって、達也さん見てください。5月にまだ340人ですよ。これがもう1000人に迫ってるって、ちょっと待って。勢いやばくない？はぁ。で、ザストさんも本数、動画投稿本数の頻度が全然変わってないんですよ。だいたい、月間5、6本なんですよ。で、伸びはね、200人ぐらい伸びるときは伸びるし、何者なんだ、この人はいつも。いや、でも、ちょっとやっぱ、タツヤさんの勢いがほんとやばいんで。で、ザストさんの近況ですけど、あ、お一人一人の近況言いますけど、ザストさんの近況ですけど、またね、サブチャンネル作ってましたね。しかもゲームチャンネルです。これ、タツヤさん対抗したのかとか思いましたけど、全然関係ないです、それは。全くね、被らないですね、ゲームが。レトロ系をメインに。はい。ゲーム実況チャンネルね。ついこの間、昨日か一昨日でしたっけね。解説しましてね。私も登録しましたけど。はい。今日、確かドラクエ3。リメイク版じゃないですよ。ファミコンのドラクエ3をね、実況の動画出してましたからね。ぜひ興味ある方見てください。うん。そうなんですよ。で、タツーヤさんも近況も何も、もうこの数字がもう近況ですよね。もう今月中に1000いきますね。うん。で、おそらくっていうか、もうほぼ確実ですけど、私の伸び方がこのままだったら、今年中にタツーヤさんに登録者数抜かれますね。はい。タツーヤさん、さすがにザストさんは今年中に抜くことは無理だと思いますけど、あ、でもわかんないな。わかんないですね。その断言できないですね。うん。あんま下手なこと言ってね、また罰ゲームやりますとか言ったら、また罰ゲームやることになるんでね、ちょっとあんまり変な予想とかしないようにしますね。はい。で、そんな感じで、今日はちょっと短めで終わりますけれどもね。はい。で、ヒカキンですけど、もうヒカキンは今日いいですかね？もうすぐパッと出してパッと終わります、ね。はい、ヒカキン、はい、これ。はい、はい、はい、すご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 い。はい、あ、100億再生来ましたね。ヒカキン、おめでとうございます。あ、でも登録者数が増えてないです。1080万から増えてないですね。きついっすね。1000万人いくと10万単位増えないと数字が変わんないっていうね。だパッと見、プラマイゼロですから、登録者数の伸びは私勝ってるわけですよ、ヒカキンに。はい。でもこの人ね、ここまで来てね、投稿数がね、多いんですよ。もう20本も出してますからね。もう出さなくてもいいと思うけどね。でも夢ありますよね、ヒカキン。ヒカキン見てると本当にお金いっぱいありますよね。1億円使うらしいですよ、この夏。はぁ。ということで、まあ、夢があるということで、最後に歌を歌って終わりたいと思います。最近ね、ワンピース見てるんで、はい。愛だけの夢を、歌詞忘れましたね。ありがとうございました。ワンピースということで、今日の配信は10時からやります。
で、10時半に終わります。今日はね、11時に出勤しようと思ってます。なので10時半に終わります。30分。はい。早出。早く出ます。あれ、早出って読んでもいいし、早出って読んでもいいらしいですね。どっちでもいいって、インターネットになってました。私も早出でいきますね。統一して。はい。じゃあ配信ぜひ、来れる人は来てください。